島津、長宗我部を撃破し、毛利と橘は危機を脱した。一方信長は関東の北条、奥州の伊達を下し、東日本すべてをその傘下に収めていた。元就が見たところ、敵の大勢力は信長一個の力で束ねられているに過ぎず、信長さえ撃てば敵の脅威は無力化する。しかし信長が天下の大半を抑えている今、信長が消えれば戦乱の世に立ち返ることも容易に想像できる。元就は心中に迷いを抱きながら信長との最終決戦に臨もうとしていた。 両兵をかませているうちに東国を平らげるとは、なんと大きな戦略。私なんかでは及びますかない。逆賊毛利を討伐する。進め、守りを固めろ。これはどうかな。天皇山を制する。守りを固めろ。 千葉は100万一新、共に天下を支えるだけだよ。この戦いで失うわけにはいかない。私に信長と和気あとのように抑えられるだろうか。大丈夫、あなたは信長と何者を持ちたいのは。彼女は共にする。自分で言うかな。そうかもしれないね。 信長は大軍を前にして己の夢を見失ったか。元就、英傑亡き後も続く百万一新の世を作るのであろう。天下は信長公のもと一応の太平を得ようとしている。信長公を討てば世は再び戦の渦に呼ばれるだろう。私の行動、 公正の鹿はどう評価するんだろうね。胸開門、100万一新。 信長公が不死身ならばそれもありなんだね。今の私の負け。 隣子、覚悟。え？切り札。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 
り君は家康じゃないのかかれもはや天王山に戦術的価値がない。撤退せよ。開門。徳川が引いた。追撃して元就と攻撃の形を取る。背中は俺が受けます。存分に戦ってこい。進め。戦つが阻まる。デーモン行くぞ。はい、さえ体に宇宙が統一したぞ。いっとれ、守りを固めろ。待っていろ、一応わざわざ行くか。家康は野戦の名士だね。その家康を捨てる100万一瞬と、うまくいったらもっと感心している場合じゃない。そんなポワーとした男に負けるなんて。いや、今時の若い女性はみんな笑顔だ。さすがは三国の勇、見事な戦でござった。後手に回っているうちに陣立てが乱れてしまった。一度体勢を立て直した方が良さそうだね。あいあい、乱戦最後この戦いが見とらん。私を切っても信長公が知れば。忙しい戦だ。この戦いを知りそう。見事よ。すまない、少し出過ぎたようだ。何、貴重な矢を失うわけにはいかないからね。行くぞ。この波状攻撃、この容赦なき攻め、これぞ信長公だ。疲れ切った我らに防ぐ手立てはあるのか。弱気になるな元就。伊達は立花が止める。元成よ、教授よ、開門。お見事。何人倒しても勝たなければ同じことさ。お見事。これくらいどうということもないよ。お見事。何人倒しても勝たなければ同じことさ。宗茂、銀千代の援護に回ってくれるかい。進め。進め。ここで果てるわけには参らぬ。この後は
ず報じましょうぞ。貴様とならばいい戦ができそうだ。敵将撃ち取ったよ。
ことここに立っても迷っていて。これはどうかな。あなたを倒しても穏やかな反応は見せないのか。なら天下に武を敷き、すべてを通してしよう。行くだ。正当性は歴史が証明している。信長公の出現により戦乱は急速に収束したからね。さて、私は信長公のように証明できるだろうか。自分の夢、そして目指す未来が正しいこと。歴史は今日大きなものを失った。信長公は倒れた。だがこれで終わらないことも分かってる。信長公の後継者たらんとする者がその証として私の首を欲し、戦いは際限なく続くだろう。ならば天下に武を敷け、全てを淘汰せよ。私が描いていた百万一心など絵空ごと夢に過ぎなかったのか。夢かもしれません。ですが、なんだい、またお説教かい。いえ、あなた自身がおっしゃったことだ。可能性の目は摘むものではなく伸ばすものだと。夢に描かねば叶うこともない。そうだね、いつも通りやるしかないってことだ。ありがとう。